今日は何の撮影ですか？今日は今後の展望ドライブしながら話するのと、はい、去年煽り運転があったからコメントでもあったと思うけど、どんぐらい高級車と軽自動車とか、うん、乗った時のこの煽られ方、はい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 、どんな感じになるか検証。なるほどね。それでこれを用意していただいたんですね。はい、用意してもらいました。はい、エムズオートさん、いつもありがとうございます。じゃあ行ってらっしゃい。行きます。車ちゃうな。いいですか？初フェラーリです。初フェラーリやな。なかなかこうやって喋る機会も少なくなりました。せやな。よく仕事で2人でよくこう朝方眠気がマックスの中帰った思い出しますね。仕事で。懐かしいな。懐かしいです。で、扱ってる質問があるので、はい、それに沿ってちょっとドライブしたいと思います。はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。リオ君がアメリカから帰ってきて、まあ、YouTube をやられてるじゃないですか、うん、YouTube で結構こうコラボいろいろされてるじゃないですか、うん、たくさんとか、うん、東郷先生とか、うん、やっぱこう達人ですか？達人やな。すごいですよね、うん、それよう言われんねん。ほんまに強いのっていうか、マンチマンチとか、はいはい、メイヤとか、はい、って言われんねんけど、はい、ほんまにすごいな。すごいですね。普通に考えてほしいんだけど、はい、たくさんって体重も言っても全然100キロないんやろ。はいはい。70とか80とか80ないんちゃうかな。はい、そうですね。その体重でチャン・エドモンドさ220キロの相撲取り、はい、後ろにグラスがしょったやろ。体重後ろにそうガーンなってたし、シード先生あの1インチで、はい、はいはい、見た氷とか、はい、思いっきり言ったらいけると思うけど、はい、ワインチであれリオやれって言われたら多分無理やと思う。思いっきりでもなかなかっすよね。やっぱ多いっすよね、うん、やっぱ本物ですね。いやすごいね、ほんまに、うん、一回そうやって言う人はほんま受けてみてほしい。ほんまに活躍してる人は本物なんですよ、うん、どういうビジョンで今後やっぱヘビー級のボクシングっていうのはもちろんありきやと思うんで、うん、まあそこをどういう風にして何か実現したいことだったりとか、どうやっていくのかなっていう。日本のそのボクシングに対して海外に行って、はい、パンデミックっていつ終わるかわからん時にやっぱ日本に帰ってきてほしいっていう声と、関東から自分声かかって一瞬考えたけど、ずっと昔から応援してくれてるスポンサーとかのことを考えたら、前に帰ってきた時の前に一回帰ってきた時にもうお前の試合はもう日本でもアジアでももう誰も見たくないと、アジアのタイトルを取ってもう欧米世界に出ていってそこの試合が見たいのに、うん、いやもうまたアジア人との試合はもういいと、うん、って言われて、でもちろん強い欧米人とやりたいからアメリカ行ったし、はい、日本も活動したけど、もともと海外志望やったよ。日本でやってもいいけど、じゃあ世界のタイトルランキング入ったら入れへんし、そこでやっても意味ないから、強い白人とか黒人とやりたいっていうのがあるから、行こうと思ってて。で、でもアメリカはまだ規制が厳しいから、まだ帰れそうにないねん。オセアニアとか、そのヨーロッパはもう規制がすごい緩くて、はい、近々、そっちにもう一回行こうかな。なるほどなるほど、まあ、展望的にはまた海外で活動していて、うん、強豪選手と試合する。2000年前からクラウドファンディングで海外での練習とか、はい、そう練習費用とかをクラウドファンディングして皆さんに集めていただいたから、はい、それで今回はいきます。皆さんありがとうございます。検証企画の第1弾、全然スッとスッと入れるし入れてくれるし、やっぱりまあ金ですからね。めちゃくちゃめちゃくちゃ金色。ドバイの人か中国の人か思ってるでしょうね。見たらめちゃめちゃごつい人を持ってるやん。おいではこの子乗られへんな。恥ずかしいです。いや恥ずかしいじゃなくて速攻バレるやん。ああそうですね。だからそういう人がいいですよね。目立ちたいというか、もう目立ってなんぼみたいな人が。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、フェラーリ楽しかったです。ありがとうございます。えらい可愛いなりましたね。乗ってる人いかついけど。ある意味パンチ力がある。違う意味でやばい。スポンサーの車とかでもいろいろあって、軽、はい、からバンから高級
入したから、はい、やっぱり煽られんのって工事現場の人がよく乗るあれと K とか、まあ、絶対煽られんもんな。煽られるというか近い、詰められる、詰められる、うん、それがまあ煽りにつながるのかな。いやと思うで、ね、そっからね、その、うん、社長の車とか、うん、でっかい車とか、うん、ハイエースとか、うん、そういうのとかやったらない。ああそうやな、うん、そのそうそうそう、さっき言ったみたいにその近いねんな、なんかその社長の車とかさっきみたいなフェラーリとかやったらほんまになんか入れようと思ったらバックしてくれる、なんか勢いで感覚を上げてくれるやん。そういうのはないよね、やっぱこういう庶民的なって言ったらあれけど、刑事同士はのぞきってないよな、人見てんのちゃうかっていう、その去年のあおり運転の時に言ったと思うんだけど、うん、やっぱ人見てるあるのかな。僕はないですね。あるけど気づいてないんじゃないですかね、煽られてる。すごい気にする人と気にせえへん人はあるもんね。詰められても知らんわいみたいな。そうですね、近いくて煽られてるって思うタイプと、あまり思わないの。それはあるかも。すごいな、なんでそんな気にすんのみたいな人もいてはるから、そう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 。だからドライブレコーダーでだいぶでも未然には防げてるんじゃないですか。ちょっと冷静な人は、あ、ドラレコついてるしみたいな。そう、減ってるやろ。ドラレコの存在を知らんのちゃう、そもそもな。地底人すぎて。この辺いっぱいあるじゃないですか、もう道に。うん。まあ、それこそ、ひったくりでもめっちゃ減ったと思うんですよ。ああ、そうなんや。それこそ、ノーヘルで原付乗るやつもいてない。ああ、あんま見えへん。それでも、僕一回防犯カメラの仕事もしてて、助成金でシートパフから街灯につけたりとかできる助成金もあったんで、それで多分普及したもん。ああ、それは10年前。10年ぐらい前ですよね。うーん、年度のライブ中。あ、そうなの。じゃあ、まだ。悪かったね。ここ結構ね、昔言うても2、3年、4年ぐらい、4年前かな。よう、パトカー走ってたんですよ。うん。今、だいぶマシっすね。え、ちょっと待って。2、3年前。3、4年前。3、4年前。から考えたら。10年前じゃなくて。10年前。そこは10年前。今の話の流れで。いや、俺も言いながらおかしいな。タイムスケジュールおかしいな。おかしいな。今日はありがとうございました。ありがとうございました。乗りながら話して。ついでに検証ということで、いろいろ喋りながらやってきたけど、やっぱこっちと、やっぱそのさっきの K やったら、やっぱりその、こっちはすんなり入れてくる。で、車間距離も遠い。空いてるけど、K は近い。車線変更しても、普通に食っていかんと入られへん。大阪って攻めてくるやん。はい。全然やろ。せっかち。なあ、田舎と全然ちゃうやん。この車入れてくるけど、大阪の人って、クッと入らんと入れてくれへん。K はやっぱそれあった。あ、これは全然ない。煽られなくない人は、これを買ってください。ここまでね。概要欄してください。はい。こことか、あの、あっちでも、このベンツとか、買ったら、この辺の車やったら大丈夫ですね。この辺の車大丈夫ですね。今日はエピソードさんに協力していただいた。はい。ありがとうございました。いや、お上手。ありがとうございます。こうやって海外の展望もまた、なんで、海外に行くのは、頑張ります。じゃあ、チャンネル登録とコメントとか、高評価、お願いします。はい。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。